はい、こんにちは。今日ご紹介するのはこの SIM フリー携帯ノキアのアッシャ302です。まあすでにね、多くの海外の方がこれについての、動画をアップされてますけども、私もね、結構SIM フリーの携帯集めるのが趣味なんで、買ってみました。で、私ね、ノキア好きなんですよ。何がいいかってね、結構ね、何がいいかって、私にとっては使いやすいんですけど、デザインもね、結構私気に入ってるんです。で、今回このノキアアッシャーっていうのは主にアジア地区で使われてる、格安の携帯ということになります。で、中身ですけど、入ってるのは、携帯。で、これはですね、見てわかるように、QWERTY キーボード搭載の機体になってます。で、この中に入っているのは、海外携帯なんで、これが変換の電源コードで、コードっていうかタップですよね。それから充電ケーブル、それから当然バッテリー、それからこれがね、イヤホンのセットですね。それからあとはこういった説明書、取説のタグになります。はい、これが以上です。はい、そしたら、本体をちょっと袋から出してみます。はい、こんな感じです。私が買ったのはこのグレーのやつですね。はい、ここにQWERTYキーボード。はい、で、これのね、面白い、私が一つ気に入ってるのは、ここの背面、これがね、カバーがプラスチックじゃないんですね。これアルミなんですよ、実は。これ取ってみると、ちょっと音でわかるかな。アルミなんですね。それともう一つ私がこれ気に入ってるのは、SIM フリーの中でも、これってね、実はノキアさんは、スマートフォンじゃないというふうに明言されてます。これは携帯だと。で、どこで、ノキアさんの中で仕分けをしてるのか私ちょっとよくわかりませんけど、ノキアさんはね、比較的この SIM フリーの携帯ってね、あんまりね、マイクロ USB、マイクロ SIM をあまり使わないんですよ。だから通常の、日本で売ってるような SIM とか、日本で使ってる携帯の SIM の大きさ、そのままここに使えます。そういったところがね、嬉しいですよね。で、これちょっと、SIM 入れてないですけど、ちょっとこれバッテリー入れてみますね。 SIM なしでちょっとつくのかな、わかんないけど、はい、バチッと。で、ちなみにこのカメラ、ここはね、3.2 メガピクセルです。はい、ということで、電源をちょっとオンしてみますね。はい、これいつものノキアさんのね、ハンドシェイクね、オープニング画面、これがね、来るはずですよ。ノーシムカード、はい、アクセプトしました。はい、ちょっとね、これ音鳴らなかったのはあれですね、私がちょっとこれアンボックス実はもう一回してるんですけど、音鳴らない設定にしたんでそうなったと思いますね。はい、ということで、はい、こんな画面になります。はい、ちょっとね、ここは、人の顔が映ってるんでね、見せれないですけど、アドレスゾーン、ここはね、メニューはね、いくらでも変えれるんです。はい、で、ここもショートカット、いくらでも変えれます。私はね、ここに、アドレスの人を、ね、顔登録してる人は、ここに写真が見えるようにしてます。はい。で、カレンダーなんかもこう出せるんですけど、こいつね、今まで大体こう、ハイエンドのノキアさんっていうのは、OS がね、シンビアン60なんですよ。で、このノキアアッシャ302は残念ながら、シンビアね、4なんですよね。40じゃないわ。40なんですよ。でね、私ね、ちょっとね、これ買って失敗したなと思った
たのは、いつも SIM フリーの携帯って、日本語化して使うんですけど、これもまあそういう意味では購入して日本語化をしようと思ったんですが、実はちょっと落とし穴があって、シンビアン60っていうのは比較的日本語化のソフトを入れて、パソコン間でやり取りをしながら、書き換えができるんですけど、シンビアン40っていうのは実はねそれができない、それ私ね実はね分かってなかった。でそれと、有名な方小坂さんっていうね有名な方がその日本語化のソフトを作られてるんですけど、まあ、これネットで調べたらすぐ出てきますけどもね、この中に入ってるフォントが中文体であれば、日本語化をするのはその、まあ、変換ソフトを使って比較的簡単なんですけど、残念ながらね私ねこれ中文体が入ったねフォントをねのやつを購入してないんですよ。海外から手に入れたんですけど、そこがね実はちょっと落とし穴でした。なのでそういったソフトが使えないんで、じゃあどうするかっていうと、もうこれルート化して、要は OS のファームをね書き換えないとしょうがないんですよ。でまあそこまでやろうと思ったんですけど、まあちょっと壊しても嫌だし、まあそこの作業もね、まあYouTube なんかにも海外の方がやり方動画でねアップをしてくれてますけど、ちょっとねややこしそうなんで、実はねもう日本語化せず、そのまま使ってます。でそのまま使うと何が問題かというと、電話はまあ普通にできるんですけど、メール、これメールはね当然テキストメールっていうかショートメールしかできないです。でショートメールも日本語化をしないんで、ローマ字でねピコ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 これでローマ字で打つんですけど、相手に送って相手から返事をもらった時に、まあ当然相手は日本語で打ってくると文字分けして見えない、まあそれ当然なんですけど、じゃああらかじめその相手にこういう携帯使ってるから、ローマ字で返してねって言っても、そのローマ字を日本語フォント上のローマ字でもらうとですね文字化けしちゃうんですよ。だから相手の方にも英数字の要はなんていうのキーで返事をローマ字でもらわないと読めない。なんでまあちょっと残念ながらね私ちょっと買い方を間違って、まあ要は中文体も入ってないやつを買っちゃったんで、基本的にこれはもう通話専用として今ほとんど使ってます。はい。ただねこれね持った感じこうデザインもねいいでしょ。このシルバーというかねこのライン、それからこの丸みがかったフォルム、それからまあ先ほど言ったこのアルミのカバー、ね、この持った感じがね非常に素晴らしい。安いね携帯の割にはすごく高級感がある。でこのキーボードも、まあ、あまりねこのクオーティーキーについてはブラックベリーさんが私一番最高だと思ってるんですけど、まあそんなにね難しくない。日本人の手にするとそんなに難しくない。多分ね外国の方だとねこれちょっとキーがちっちゃいかもしれないですけど、日本人だとねあんまりそう打つのに気にならないです。ピコ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 打つのに気にならない。はい、ちなみにこれ上にねここにUSB のポート、それからこれがね 3.5 ミリのイヤホンジャック、これからマイクですね、こういう風になってます。はい、非常にねいいですね。だからまあ海外行った時はこれ SIM フリーなんで現地のまあ SIM を買って入れると当然見れますよね。当然そういう設定で使えます、問題なく使えます。ちなみにWi-Fi もね、Wi-Fi 今ここ Wi-Fi オンになってるんですけど、わかります ?Wi-Fi オンになってるんですけど、Wi-Fi も使えるんでね、そういった意味では、このブラウザーで、まあ画面ちっちゃいですけど、ネットなんかも見ることができます。はい。まあそういうことで、まあ私がいろいろ集めてる、海外のちょっとこうまあ顔が見えちゃうんでね、
海外の携帯の一つ、ノキアアッシャ302です。基本的にはアジア地区と、まあ、あの北米関係も入ってますけども、主にだからアジア地区なんかでよく売れてるインドとか中国とか、そういったタイとかそういったところでよく売れてる、まあ比較的格安な携帯、日本円でするとね1万ちょっとぐらいで買える携帯ですね。はい、というふうになってます。はい、ということで、ノキアアッシャ302のご紹介でした。それじゃあまた。